これだけで、最初に文字抜きの舞ということで文字の舞を披露するわけでございます。まあ役持ちから始まって生徒にちょっと50数名おります。で今日は大人と子供の獅子舞が見られるわけです。はじめに11演目ある中の、大人が3演目、子供が2演目、合わせて4演目でございます。Thank you.
ということで、それでは引き続いて子どもさんにバトンタッチしてしっかりやってください。それではトントラの舞をお願いいたします。Thank you.
自身で監督を探るその審査であります。次は蹴鞠の舞と申しまして、これ振り込みの舞と申します。その獅子舞をこれからご披露を申し上げます。それでは笛の皆さんどうぞ。舞の中でもなんかだらけてるようなところと。